しばし率いる将兵は反乱の首謀者の一人関球剣を撃つ。だがもう一人の首謀者文金は逃亡、いずこかへ姿をくらませた。一方文金の息子文王は父への疑念からしばしに投降。寿春での反乱はこうして一応の収束を見せた。この戦の中しばしの弟しば将はさまざまなものを知る。大業へと邁進する兄の姿、自分に王道を求める友の言葉、ならば己はそれを受けいかに進むべきか、未だ見定め得ない道を思いつつ、しば将は洛陽への帰路につく。だがその亡羊たる施策は途上の巨匠で打ち破られた。雪辱を期した文金の奇襲にしばしの軍は分断、窮地に陥る。急転する事態にしば将、大元気、荷重、諸葛丹が駆ける。市場ってんだ。ま、適当にやるわ。諦めろ。この私に凶賊と戯れている暇があると思うか。ないな。貴様ら芝一族の戦王もここまでだ。戦王、なるほど、貴様らにはそう移りもしよう。だが私はそれでも進むのだ。天意を問う道をな。はっ。みんな入ったな。けどなんだよ、乱が鎮圧したってのに。乱は戦ではない。おきびが残っていればすぐにまた燃え上がる。師匠殿、考えたくはないけれど。芝将殿、文王か。お前が先にここに入っててくれて助かったよ。あの兵ら、父の手の者です。ああそうなんだ。無理を承知でお願いします。私を父のもとへ向かわせてください。真偽を問いたいのです。そして父に師としての誇りがあるのか。乱制圧後すぐに奇襲を仕掛けてくるとは、文金もその点では評価しうる敵だが、しばしに弓引く愚か者は無用。早々に打ち滅ぼし、しばし殿を救わねば。奇襲への備えを怠るとは、この私としたことが何たる失態。しばし殿は我らを導くお方、万が一にも失うわけにはいきません。ああ急がねば。急ぎしばし殿をお救いせねば。先の文金軍の奇襲、
こちらの追手に将らしき者はいなかった。首謀者は多分資源殿の方へ。早く合流しないと資源殿が危ない。私はしばし殿の世を見るまで生き延びる、そう決めております。この私より先にしばし殿が倒れる、そのようなことがあってはならぬのです。文金の軍にしてやられるなんてな。早く兄上を探し出さないと。開門。はっ。どうか耐えていてください、兄上。俺と元気は城内で兄上を探す。赤獣の諸葛さんは敵の攻勢を退けろ。兄上、きっと無事でいてください。あなたがいなくなると。師匠殿、もっと大きく構えて。今はあなたがこの軍を率いているのだから。師匠には国を背負う覚悟がない。しばし殿は石頭の私を救ってくださった。今度は私があの方を追いつかせる。敵が侵入している。思っていたよ。よろしくお願いします。けどやるしかない。誰かが兄の情報を知っているかもしれない。短期で来た。それを無謀というのだ。やればできるというのに。
兄上を見かけなかったか。しばし殿が北へ行くのを見ました。少し具合が悪そうでしたよ。
頼もしきご活躍、私も見習わなくては。兄上を救うことができなかった。やっぱりダメだよ。俺ってやつこの後に及んで弱音か。覚悟を決め、次はお前が全て背負う。カジ、そんなことが続くのか。あの者たちを退けた。今はそれで。将、みんなよくやってくれた。義は我らを中心に再生する。そして天下へと進むのだ。だが私の天命を。兄上。将、あとは託す。よしてください。そんな話。果樹よ、お任せを。私は天命尽きるまでなすべきをなした。将、お前も。嘘でしょ、兄上。兄上。司馬将らは巨匠郊外で文金の急襲を撃退。文金はまたも逃亡した。だがその勝利の直後、奇襲で受けた傷が元で司馬氏が倒れる。抱き留めた兄の体から命が燃え尽きることを感じる司馬将。その腕に支えられながら司馬氏は弟に工事を託す。己の天命を進め。声にならなかったその言葉を最後に司馬氏は世を去った。その後巨匠に入った司馬将は兄の後を継ぎ魏の大将軍となる。しかし司馬将にはまだ己の天命なるものが見えなかった。兄のように進めるか、己に理想はあるか、そして覚悟は。五色との緊張は続き、兄亡き今、魏のうちもまた危ぶまれる。未だ乱世の先は見えぬ中、司馬将はしるべなき道へと踏み出す。わかるな、師匠。故に我ら、己の才を磨き、天下をあるべき姿へと導かねばならんのだ。お前のその大器、直に天下を受け止めることになる。私は、天命尽きるまでなすべきをなした。将、お前も。
俺が天下をどうこうする？めんどくせ。じゃあダメですか、兄上。元気か。俺は怖いんだ。背負うことも失うこともな。元気。お前はいなくならないでくれよ。まるで私が死ぬとでも思っているような言い方ね。大丈夫、私は四条殿のそばにいる。何が待っていようと、どんな道を進もうと、それは約束できる。ああ、約束してくれよ。